タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。このサプリメント3000個っていうのはプロテインでしたっけ、はい、最強のプロテインはいつまでに売り切る分なんですか、はい、予定では。予定ではもう3000個はもう今年以内には十分売り切る、はい、多分足りない、うん、まあ、うまく計画通りいけば足りないんじゃないかなと思ってます。わかりやすく言うと、もうプロテイン1個がまあ1万円の値段で販売になっていく感覚で思っていただけると、まあ1個売ると1万円みたいな、3000個売ると3000万円みたいな感じになっていくと思う。もうこのプロテイン自体もあの既存のお客さんで、僕が10年やってきた中ではもうずっとロングセラーで売れてた商品 で今回はまあ結局自己資金のなさからその作り直すってことができていないの で現状でまあ既存のお客さんからはもう注文をもう先あのもらってるぐらい、一応まああの欲しいって言っていただけてる商品です。今あの、まあ、ここにあるのってサプリと広告の、はい、まあ、こう事業を加速させる追加分だと思うんですけど、運営資金のキャッシュポジションって今どれぐらいあるんですか？株式会社ハレルヤ代表斉藤智春。世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営、通信販売、実店舗経営、 YouTuber トモハッピーとしての活動で年間売上は30億を超える。ホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。ポジションっていう、あ、事業を運営するためのその蓄えというか現金の蓄えっていくらあるんですか？あ、僕自身にってことですね、はい、まあ、100万円ぐらいですね。100万円ですか？はい。生活費は賄えてるんですか？そうですね、ギリギリ賄えて、まあ、そこは頑張ってあの切り詰めて出している感じですね。130万円の売り上げっていうのは1月はでも74万円の予定になってますよね。あ、今回のそれ、あ、そうですね、はい、はい、それはあのプロテインがないのと、一応300人集めたっていうことですね。その9月っていうのは、あ、9月から12月、すみません言い方がちょっと、9月から12月の間に、はい、600人を一応集客、約600人を集客させていただいて、して、そして一応あの制約率をが 5%。 それはでもあの何ですか、広告費、純粋な広告費をが30何万円かけて、はい、それでまあ170万円売り上げたと、はい、でも元々のお客様がおられたっていう話もされてますよね、はいはい、その方を除いたらどうなりますか？あ、その人除いてです。除いてですか？はい、新規だけの数字です。あ、新規だけで、はい、既存のお客さんは全くあの、お、一応スモールスタートとしてはもう成功してるってことですよね。そうですね、そこにレバレッジをかけたいのと、プロテインを合わせることで、まあ、制約率を上げたりとか継続率を高めるっていうことをしたいっていう。継続率はどうなんですか実際？継続率はあの今回の計算でいくと5分の1の人たちが継続するんじゃないかって思う。もうちょっとというか、多分おそらくもっとするますし、あの最初の販売の仕方でも1個じゃなくて3個だったらもうちょっとお得になるよとか、5個だったらお得になるよっていう形でも販売していくので、結果その5個買うと5ヶ月まである意味継続してるっていう状態と同じになるので、そしてその継続率を高めるためにも、僕自身が今やってるそのオンラインの肉体改造ジムのインターネットジムっていうのがあるんですね。これも一応有料なんですけど、ただ継続してる間はただでそのトレーニングジムになんか参加してることができますよっていう形であの販売していきます。僕はこの最強のプロテインがどう最強なのかが気になりました、はいはい、ありがとうございます。それ自体がいい商品じゃなかったらね、やっぱり売れるか売れないかだいぶ関わってくると思うんで、あの最強のプロテインっていうのは普通のプロテインっていうのはタンパク質なんですよね。多分僕たちのその最強のプロテインっていうのはそのタンパク質自体も高質、まあ、アミノスコアって言われるものなんですが、それが高いもので、あと皆さんよくあのトレーニングする人ってプロテイン以外にもなんか粉飲んだりとかするんですね、ボディービルダーの方たちって。あれって結構一個一個取ると本当一月だけで5万円ぐらいになっちゃうし、一般の方ってあれめんどくさいんですよ、ものすごく。だからその BCAA とか言われる、これは筋肉になるっていうアミノ酸なんですけど、また疲れを取るグルコサミンだとか、あとはそのクレアチンっていう、よくあのボディービルダーのトップビルダーとかアスリートたちだけが飲むようなアミノ酸があるんですね。これらも全て配合してあるんですね。そしてあとタンパク質だけだと筋肉にならないんですよ。このビタミン B 群っていうものがあって、やっと結合されて筋肉に変わっていくので、本当は皆さんあのビタミンまで取らなあかんんですけど、今回の最強のプロテインはビタミンも一応 B 群っていうものが配合されていて、そしてもう一つあのこれはもう決定的に他と違うポイントが人工甘味料の問題なんですね。人工甘味料っていうものがやっぱりプロテインには絶対入ってくるんですね、甘さを出すために。
で僕はここはやっぱり嫌がる、40代50代になるし、やっぱり毎日飲むものなので皆さんやっぱり嫌がるんですね。で僕自身もやっぱり未だにアスリートですし、あと子供たちに僕スポーツやらせてるの、格闘技やらせてるので子供たちにも飲ましたいということから、全ての人工甘味料じゃなくて天然のものに全て変えてあるんですね。ラカンカってあの飴のラカンってあるじゃないですか、あれの成分で甘味料を天然の甘味料に変えてる。これってプロテインってほとんどしないんですよね。コストがかかるしものすごく手間なので、それを一応全て、まあ、オールインワン的なプロテインなんですね。そして、まあ、筋肉もつけれるし、実際ダイエットにはプロテインって欠かせないので、そのために簡単に調合したプロテインなので、最強のプロテインって名前をつけてます。なんかちょっと欲しくなりました。レジ品はないですか？あまりないですね。ちょっと似たようなやつありますじゃなくてないです。どうしてなんですかね。そこまでプロテインってこれって業界的な話になっちゃうんですけど、業者さんが作ってるんですね、ほとんど。だってプロテインのことあんま知らないんですよ、商社の方が作ってる。そうなんですか。はい、基本的にそんなにプロテインのこと詳しい。だから最近が出てるのがトップビルダーが作るだとか、そういうまあ、この間格闘家の朝倉選手がちょっと作ったサプリメントとかがあるんですけど、何かを特化して、例えばよく出たのがその HMB とかそういうのがそうなんですけど、まあ、僕たちは基本的に今回のやつは自分が飲みたい、プロが飲みたいというか、そしてまあ僕もその2万人以上お客さんを見てきた中で、こんなのがいい、あんなのがいいっていうのを一応マーケティングした上で のプロテインになるので。男が提案する最強のプロテイン、その効果は絶大。好印象の志願者、順調にオールを引き寄せている。効果って実感してる方って結構いるんですか？はい、実感されてる方がほとんどですし、はい、なので結構継続率が一番高いと思います。高いんですね。はい、じゃあ、サプリメント、じゃあそれ作るのに最小ロットで一旦どれぐらいいりますか？はい、一旦が1000個ですね。1000個、はい、1000個でいくらかかります？1000個で230万円ですね。230万円、はい、じゃあ、230万円の売り上げを、まあ、元を取ろうと思ったら、はい、そのうちの何パーセント売れたら。そうですね、1個が一応今回だと9800円なので、じゃあ1000個中200個ちょっと売れれば、はい、そうですね、一応元取れるということですね。はい、うん、確か81人ぐらいの方に、まあ、継続していってもらうと、最初のロットはもうペイできるっていう。実際売り上げた実績があるんですよね。はい、もうずっと売ってたものです。はい、その当初の売り上げってサプリメントだけで見てどれぐらい？サプリメントだけで、まあ、月に300万ぐらいですね。月に300万円。はい、その時のその DVD とか情報商材はいくら売り上げてたんですか？情報商材 のトレーニングは大体それにつけて売るのか、単品で売ったとしても200万円ぐらいですかね。その時に、ごめんなさい、いっぱい聞いて申し訳ないんですけど、はい、そのサプリメントが、売れていた時の理由っていうのは、はい、それも純粋な広告宣伝をしたことによって売れてたと。はい、そうですね。ここまでは僕たちはあんまり新規集客をそこしてなくて、2万人の時の DVD 売れた時の2万人の購入者リストがあったので、購入者様が、はい、その人たちで10年間ある意味食べれたというか、でそこでやっぱり売り上げがちょっと落ちてくると、またその時に集客 してまた新しいお客さんを取り入れて、また簡単にかさ増しじゃないですけど、お客さんを増やして販売してたっていう。今も購入者リストはあるんですか？あ、あります。ごめんなさい、200万出しますね。ありがとうございます。はい、はい、竹野内社長から200万とりあえず出ました。今考えられてる広告って全部なんかこう投げ捨てな感じがしてて、はい、その、まあ、アドワーズもそうですし、はい、なんかこう資産になるような、はい、継続してやるようなブログだったりとか、はい、そのまあ、今 YouTube もやられてますけど、はい、そういうのは今後はどうされていくんですか？歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニー、ニュージェネレーショングループオーナー桑田流星、年商10億、緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使し、ホスト 2.0 時代を牽引。アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う？それがちょっとすみません、失礼な方も違いまして、広告投げる、僕たちリストビジネスなので、基本的に今流れを言うと、今さっきの腹筋の動画を出します。
そこから一応誘導してるんですね。こっちの LP を見てくださいと、はいはい、でそこで LINE 登録かメルマガ登録をしてもらいます、うん、そうすることによってもうセールスプロモーションが自動的にその人たちに始まっていきます。で一番最初のフロント商品が8日目に最初の腹筋割の商品をどうですかって言って39,800円でオファーさせていただきます。そしてその時は買わなくても次の例えばプロテインの紹介をしていくんですね、また順番に。なので登録してもらうっていうことが全て僕たちのビジネスとしてはあの資産になっていきます。なるほど、はい、なのであリストがあるってことですね、はい、リスト化していくってことですね。で今からの資金もはい、そうですね。その緑を押してもらって登録してもらうともう LINE で登録されます。これはあえてなんかこうちょっとなんていうんですかね、 今風ではない、今イケてる LP っぽくはないじゃないですか。そうですね。でもあえて 4,50 代から見て、はい、っていうのも、はい、あります。狙ってるんですね。とやっぱりあのカテゴライズされているものなのでかなりターゲティングしてやってるので、はい、エンターテインメントの流れ出すにあまりにも流れると見た目がかっこいいとか流れるとやっぱりあの結局登録してもらってもこれ僕ずっとやってきてのノウハウなんですけど購入者にはならないんですよね。ただでくれっていう人にはなるんですけど、なので未だに確かにいるんですよ。登録したけどお前さっさと教えろみたいなこと言ってくる人はたくさんいるんですけど、あちょっとすいません、あの LP までに誘導させるのは広告じゃないんですか？あリスティングとかリスティング、あの今だと YouTube 広告を出して動画を、うん出して、うん、YouTube 広告がメインですか？リスティングやってるとか他は何かやってますか？今は YouTube だけです。YouTube の、はい、あのトゥルービューですね。はい。うん、だからそれが多分桑田社長は資産になってないっていう指摘をしてると思うんですよ。ああ、そこの部分が。はい。なんかそっちにお金を投げ捨ててっても、まあ消化していくものじゃないですか。はい。だからその YouTube に力を入れて、なんかもっとこの383万再生ぐらいした時期の感じをもう一回やらないのかなっていう話です。ああすいません、あのそこだとはまたあの先ほどから流れて広告費を多分ものすごく半分ぐらい使うってビジネスになるので、売上の半分が広告費、経費が広告費だっていう話なので、あの一番やっていかなきゃいけないことは CPA ですね。やっぱり顧客単価をどれだけ下げれるかってことになるんですけど、そうなるときにやっぱり YouTube のチャンネルでどれだけその無料のオプトインしてくる、まあ、かなり登録してくれる人たちを増やすかっていうところ のポイントだと思ってるんですけど、それを今あの社長に言われた部分だとちょっとあのガチンコって皆さん知ってますか？昔やってたあの、はいはい、今だと同じ形であの亀田兄弟のお父さん、お父さんやってますね。あれのダイエットファイトクラブを僕やりたいと思ってるんですね。ダイエットファイトクラブ、はい、40代50代のダイエットを、まあ、本当に人生も抱えてるしビジネスも抱えてるし、だから僕腹筋割りが失敗したとしてもいいんですよね。それを YouTube であのドラマ的というか、その中に例えば僕のトレーニングメソッドをやって痩せていく人だとか、なんか諦めちゃう人だとか、またちょっと今回でいうあのプロテインを使ってもらって、まあ、視聴者の人はあれなんだろうっていう気にならせるというか、そういうところ の YouTube を撮っていきたいな、まあ、簡単に言うと企画としてその YouTube をあのダイエットファイトクラブを今から立ち上げて よりその、まあ、そういう面白いコンテンツはいいと思うんですけど、はい、なんかお話を伺ってるとちょっと前の情報商材の売り方に近いかなって思うんですよね。あのステップメールとか登録させてっていう、はいはい、今はあと YouTube もせっかく上げてるのに限定公開にされてるっていうのもちょっと前の考え方かなって僕思うんですよ ね。 そうですね。それだったらあのそういう面白いコンテンツを考えたり、この広告でその4万回再生されてるんじゃなくて、まあ前みたいなその5年前の数百万再生いってるように、最近の投稿を通常の投稿でその再生回数を上げたらそのトゥルービューが出さなくていいわけじゃないですか。はい。そういう考えにはならないですか？もちろんあの今の公式とは古いというかあのものになってもなると思うんですが、一つまあ二つ僕そこあると思って、もちろん今のようにそのどちらかというとエンターテインメントを出してあのチャンネル登録をしてもらって、よりそこから入っていってもらうっていうのも一つありだと思うんですけど、やはりあのゴールに商品を買っていただくっていうことになると、なるべくやっぱりターゲティングされた人たちに来てほしいと思ってるので、なかなかその言い方ちょっと悪いんですけど、うぞうむぞでいっぱい増えていただいてももらっても結果あの最終的なビジネスにならないんじゃないか、簡単に言うと売上として上がらないんじゃないかなっていうあの考えがあります。情報商材の売り方に似ている、林の鋭い指摘で形勢逆転か。さあこの壁をどう乗り越える。
次回、白熱するタイガーファンディングの末、物語は一つの結末を迎える。志願者の方のことを思ったときに、その質問って城社長だけじゃなくて今までもあったと思うんですけども、でもやっぱり世の中にありますよっていうことが言いたいだけです。分かってください。